はい、プレボール、ノーマ野球人です。新外国人情報、台湾の下級を、158キロ、ウアン・パン・ウェンフィ、日米7球団の争奪戦へということでございまして、今回はですね、新外国人選手ですね、まあ、候補として挙げられているのが、このですね、台湾のピッチャーでございます。プロではなくてですね、まだ大学生の選手ではあるんですが、メジャーも興味を示しているこの選手ですね。まずはどういう選手かというところを見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。パン・ウェンフィ選手ですね、在籍が海南大学で、台湾にある大学に通っております。出身地は台湾、2002年9月19日生まれ、現在19歳と非常にね若い選手です。188センチ97キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが158キロということで、かなりね速い球を投げる選手なんですよね。球種はスライダー、スプリット、あとはバルカンチェンジなんかもね投げるみたいです。はい、パン選手はですね、高校時代から150キロを超える球速で有名であり、現在の海南大学に進学後はリリーバーとして活躍。今年のカレッジベースボールリーグではリーグ新記録となる158キロを計測。台湾メディアからは下級王との異名で呼ばれている選手です。さらに2019年アンダー18ワールドカップチャンピオン、そして2021年アンダー23ワールドカップに代表として選出されており、国際大会の経験も非常に豊富な選手でございます。はい、でパン選手ですね、成績というものも、見ていきましょう。アンダー23ですね、ワールドカップ昨年の成績を持ってきました。4試合で0勝0敗、 4.0 イニング5奪三振1四球被安打4防御率 0.00、 ウィップ 1.25、 奪三振率 11.25、 予祝率 2.25 という成績です。まあ、アンダー23のね大会なので、19歳の彼が出場するにはですね、まあかなりね、レベルっていうのは高いところかなっていうふうに思うんですけど、そこでも関係なくね結果っていうのを残していた選手でございます。はい、でこのですねパン・ウェンフィ選手なんですけれども、 MLB の5球団が今ね注目しているということで、さらにですね NPB の球団も2球団が興味を示しているということで、まあ、日米でね、争奪戦が起こるということでございます。はい、ではですね、どのように MLB に行くのかというところですね。まあドラフトでね入るみたいなイメージはあるかと思うんですけれども、ではなくてですね、インターナショナル FA ですね、こういう制度がありまして、 MLB ドラフトで指名対象外となるドミニカ、ベネズエラ、メキシコ、韓国、台湾、日本などに在住する海外アマチュア選手はインターナショナルアマチュア FA 選手として扱われ、 MLB 各球団ごとに定められた契約金総計、インターナショナルボーナスプールの範囲内で自由獲得できるルールとなっているということですね。なので、まあ、ドラフトの時期とかね、まあ、6月なんですけれども、国外の選手ですね、対象外の選手っていうのがいるので、まあ、そういう選手はですね、ドラフトではなくてこういったフリーエージェントで入団すると。まあ、日本にね来るドミニカ出身の選手とかベネズエラ出身の選手とかもですね、まあ、この制度で入っておりまして、まあ、日本人のね、選手も何人かこれを使っているということです。はい、でこれがですね現地時間1月15日、日本時間で1月16日からですね、まあ、この時期に開催されるということで、普段はですね時期全然違うね時に行われます。ドラフトのねちょっと後ぐらいに行われるんですけれども、まあ、コロナのね関係とかでそれが伸びて今回ね1月になったということです。はい、で MLB がね獲得するのであれば、まあ、1月16日、から始まるということなんで、まあ、近日中にももしかしたらね獲得の発表があるかなというふうには思います。でどうやらですねメディアによるとだいたい70万ドルぐらいの契約金が見込まれるんじゃないかと、かなりね高評価与えられてます。日本円で約8000万円ほどということでございますので、やっぱね、MLB からもかなり評価されている選手というのがわかります。なのでこのことからですねやっぱり MLB 入りが一番は有力なのかなっていうふうには思いますね。5球団から、話があって、まあその中でやっぱりですね評価っていうのもどんどん上がってくるでしょうし、日本がね立ち打ちするには難しくはなってくるのかなっていうふうに思います。そんな中で、まあ、日本のね2球団が、興味を示しているということなんで、まあ、可能性はねゼロではないので、ここの2球団についても考察していきましょう。
はい、では候補の球団はというところで NPB ではどこが挙げられるのかというところですね。まずですね、台湾とやはりパイプがある球団にはなってくるのかなっていうふうには思います。まあ、台湾の選手がね、まあいたことがあると、まあほとんどの球団があるんですけれども、それプラスですね、まあおそらくパン選手はですね、まあ育成っていうところではまあ契約できないんじゃないかなっていうふうに思います。トルとしたら支配下かなというふうに思います。まあその支配下枠的に見てもですね、ピッチャーを外国人選手取る余裕がある球団というところに絞って見てみると、パではですね、楽天、西武、日ハム、ロッテ、まああたりかなというふうに思います。結構多いですね、台湾とのつながりがね、ある球団かなと。あとはオリックス、ソフトバンクもねなくはないんですけど、まあオリックスはね外国人選手の調査打ち切ったっていうね情報も入ってますし、ソフトバンクはまあ本当にちょっと育成のこと考えると枠がきついのでなかなか難しいかなと。そうなればですね、まあこの4球団かなというふうに思います。で、一方セリーグがちょっと難しくてですね、まあ、台湾のイメージで言えばやっぱ阪神なんかがね、結構多く取ってるのかなっていうふうには思います。ただ阪神に関してもですね、枠がきついですし、外国人選手っていうのがピッチャーめちゃめちゃ多いんですよね。なので、まあ、ここでさらに追加で取るっていうのはちょっと考えにくいんじゃないかなっていうふうには思います。で、あとは、そこまでね、台湾のイメージはないんですけど、DeNA ですよね。まあ、リリーバーの、選手を取るということをね、明言しておりましたので、まあ、今回ね、このパン選手を取る可能性っていうのも、まあ、ちょっとあるのかなというふうには思います。はい。というわけで、まあ、セパ1球団ずつじゃないかっていうお話も出ておりますので、まあ、パリーグはね、何球団か上がったんですけど、セリーグはね、どうなんだろうと、どこの球団がマークしてるのかなっていうことになりますので、皆さんの意見ありましたらですね、ちょっとね、コメントをしていただければ嬉しいです。はい、というわけで以上です。最後にですね、ネットへの反応を拾って終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。台湾の投手となると、孫や、ワンがいるから楽天十分あり得るんだよなということですね。そうですね、やっぱり私も楽天が一番可能性としては高いんじゃないかなっていうふうには思いますね。台湾の選手が多いっていうことや、まあそもそもですね、楽天、モンキーズが台湾にありますので、まあそういうところからもですね、パイプっていうのは一番強いでしょうし、枠はねきついんですけど、外国人選手はねまだ4選手ということで、まあここからね補充する可能性は十分にあるのかなっていうふうに思います。そういうところも含めてもですね、やっぱ、まあ一番の候補は楽天なのかなというふうには確かに思います。はい、こちら見ていきましょう。パン・ウェンフィ、はアメリカ行くんだろうけど、ここで NPB の名前が出てくるのはちょっとワクワクするよねということですね。そうですね、やっぱ客観的に見ても MLB 行く可能性っていうのは高いのかなっていうふうには思うんですが、しっかりとね NPB の球団が調査しているっていうことはね嬉しいことですし、台湾のねピッチャーのレベルっていうのもここ数年ねなんかねグッと上がってますよね。特に本当に速い球投げる選手が増えたなっていう印象なので、まあ彼がもしかしたら NBB 今回ね縁がないかもしれないんですけれども、これからどんどんですねいいピッチャーっていうのが出てきたら、台湾球界と、契約する前に日本行きっていうね、パターンが、まあ、今までもね全然あったんですけど、もっともっと増えていく、まあ、王道のねパターンになるかもしれませんね。はい、ということで今日は以上でございます。よければ、チャンネル登録高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。